7月9日タワーホール船堀で2017江戸川ボランティアフェスティバルが行われました。この催しは区内で活躍する各ボランティア団体の活動を広く紹介して支え合いの心を育むとともに、ボランティアに関わる皆さんの連携を図ることを目的に毎年開催されています。今回は100団体の皆さんが参加し、日頃の活動の展示や体験コーナーなど多彩な催しが行われました。会場には多くの方が来場し、ボランティア活動に親しみました。またボランティア PR のためのイメージポスター応募作品の中から最優秀作品と優秀作品に選ばれた皆さんの表彰式も行われました。江戸川区はボランティアの活発な盛んなところでございます。出会い、触れ合い、助け合いであります。それぞれお立場は違います。年齢も違います。環境も違います。しかしそういう方々が仲良くですね、このボランティア活動のために努力をしていただくということは大変ありがたいことでございます。どうかこのボランティアフェスティバルを機会にですね、ますます皆さんで江戸川区のボランティアを盛り上げていただきますようにお願いをいたしたいと思います。皆さんおはようございます。今日は大勢の方においでいただきまして誠にありがとうございます。今回227点の作品の応募がございまして、いずれも優秀な作品で、選考する方としては大変難しかったんです。皆様3階の方へ行っていただく途中の廊下にですね、全作品が展示されておりますので、なるほどこれだったら優秀作品を選ぶのに苦労したんだろうなというのをご理解いただければと思います。ボランティア活動は誰もが住みよい街づくりへとつながっていきます。こうした催しをきっかけに、ボランティアの輪がさらに広がっていくといいですね。